ゆうひりりさん、ガチで絡みねえ。未来人って何言ってんの、何を言ってんの。ゆうひりりさんがどれか分かんない。高校1年生。じゃあ今いぐらい。どういうこと、どういうこと。何がやっていきます。意外とうまそうでしょ。カメラが、あー久々だぜー、ロールするのが久々だよー。なんだっけ、時間何時からだっけ。生配信があるんで、シュタインズゲート特番の、よかったら見てください。シュタインズゲート好きは集合、アニメ好きは集合。今からシュタインズゲート見てない人は見てきてください。誘われた経緯が DM がポンってきて、俺のツイッターを見てくれって、俺がツイッターでシュタインズゲートシュタインズゲート言ってるから誘ってくれたんだって。あーオタクやっててよかったなって思った。マジでスタミさんシュタインズゲート好きなんですよねって、なのでお呼びしましたみたいな感じだった。よかったマジで、マジよかった、嬉しい。どんな形でもシュタインズゲートに関われるのは本当に嬉しい。俺は幸せ。黒木ほのかさん、この人も声優さんだよね。ゆうひりりさん、ガチで絡みねえ。黒木さんはベックスの声優だぞ。え、そうなの。ゆうひりりさんについて知らないといけないな。ゆうひりりさんイブリンっぽいだったんす。エッチかな。てかえぐいな、マジで。なんか VTuber の人たち、チャンピオンのチョイスなんかイカれてないか。あかりポニーですとかさ、イブリンポニーですとかさ、そんなバカなんだよ。詐欺案件で呼ばれていろいろ話題の共通点、先ほどのありなのなしだよ。大体そうだと思うけど、他 IP 出しちゃわないと思う。そういえばロールであれですよね、イブリンっぽいんだよ。そんな話題触れないから、ね、ロールの話しねえよ、しねえよ。あ、でも下着のお仕事は本当に嬉しい、本当に嬉しい。まあ、下着について話したいことはたくさんいるけど、明日話すことなくなっちゃうんで。オリジナルを見ないとどこで分岐した話なのかとか、分岐してる話なんだなーっていうのが面白いから、あそこで分岐したゼロなんだっていう。それもネタバレになっちゃうから言えないんだけど、シュタインズゲロゲロじゃねえよ。終わった。これも話したシュタインズゲートの番組じゃない。シュタインズ終わった。失言すぎる。終わった。失言終わった。マジで一番やっちゃあかん髪型した。おがち終わった今のは。まあシュタインズゲートのネタバレを話せるっていうのが俺的にはでかい。配信でシュタインズゲートの話ってあんまできないんだよね。ネタバレがどうとか言うやつ多いから。今見ねえんだったらお前ら見ねえだろ。シュタインズゲートずっと見るリストに入ってるんだろうけど、お前らの中だと。あれだっていつのアニメだ、2006年とかじゃねえか。それ前言ってんの、お前どんだけ貯めとんねん。見ねえだろお前ら。あ、そうだ、あ今ね、ゆうひりりさんの、ゆうひりりさんどういう人かちょっと調べないと。明日の案件で一緒になるんだよね、シュタインズゲートの番組があって。未来人って何言ってんの、何を言ってんの。さっきから未来人未来人ってどういうこと、どういうこと。ちょっと待って、なんかそういうことか。だから、まあ未来人もいます。だからこそシュタインズゲート呼ばれたのか。なるほどな。どれを見たらいいのかわかんねえよ、ゆうひりりさん。適当に見ていくか。私なんか本当に自我が芽生えて、自我が芽生えて本当撫でられたの。これはカルタさんだ、別人だわ。これちげえわ、すみませんでした、失礼しました。やばい、この配信ゆうひりりが2人もいる、最高じゃん。俺たちゆうひりりとして呼ばれてるからね。ゆうひりりさんがどれかわかんない。山上かーだ、待って、耳を澄ましてくれ。山上かーだ、わー
好きですよ、そりゃ、そりゃ好きですよ、うん、いない分かんねえマジでゆうひりぴです。公式サイトに自己紹介ないの、趣味は何々ですみたいな。あ、ウィキなんてあるんだ、すげえ。うわ、ほんとに未来人やん。高校1年生。じゃあ今何年生ぐらい、デビューしたのがいつ。本当にってなんだよ。漫才ってなんだよ。どういうことどういうこと。いや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 。年は取んないんだね。分かった分かった。トロちゃんも一緒ってどういうこと。え、トロちゃんって18歳じゃないの。え、そうなの。え、俺マジで18歳だと思ってた。18歳とか19かと思ってた今。え、ちょっと待って、いや多分本当に18歳だと思うよ。だって俺ラストで、うん、散歩してる時普通に18歳だよみたいなくだりあったもんな。いやいやマジかよ。いやいやお前ら、え、ややこしすぎだよ。ちげえや、こんな研究してんだ、言わなきゃいけないんだ年齢なんて。年齢について言わない女性の年齢を掘り下げることはしないけど、言ってたったら別にその話振るだろうが。配信初期はバーチャル海外在住だった。おいついに意味わからんじゃないの。え、じゃあ英語喋れんの。え、すげえ、かっけえ。23時切ってのゲラであり、配信中に本当によく笑う。あ、助かるね、それは。それは助かるわ。苦手な話題、肌色の話題がとても苦手です。危ねえ。危なかった。肌色であればあるほど俺好きだからな。かなり危なかったな。俺、この前、ツイッターでなんかめっちゃ裸の画像やんと思って開いてみたらパンだったからな、普通の。なんか肌色に目が吸い寄せられるんだよね。そんぐらい肌色が好きだからさ。バーって見てて、うわ、なんか肌色のすげえ写真あると思って戻ったら、パンの画像で。そんぐらい肌色が好きだから。危ねえ、マジで。気をつけよう。なるほどね。でも、肌色の話題が苦手っていうことが分かったのがでかいかな。てか、まずね、俺はね、シュタインズゲートが好きっていう時点で好きよ。もうその人は。そう、味から始まり好きよ。俺なんか、リアルで生きてて、シュタインズゲートとか行って、なんか好きなアニメって何ですかって言って、俺歩み寄ることはしないんだよ。テストというか、リミットテストすんの。シュタインズゲートが好きって俺、あえて言うのね。ワンピースとか言わないのね。鬼滅の刃とか言わないの。チェーンソーマンとか言わないの。シュタインズゲートとコードギアス好きですって。そこで、わーってなる人がいると、俺の動向もかっぴらかもしれない。知っている。好きなのか。シュタインズゲートが。そんなマイナーじゃなくて、マイナーだわ。アニメの中で、新アニメってまだずっとマイナーの域だよ。ネットで生きてるとかじゃなくて、普通にそこら辺歩いてて会う人に、アニメの話とか結構通じないからね。鬼滅とか、チェーンソーマンとか、そこら辺は通じるかもしれないけど、シュタインズゲート結構怖いよ。例えば、ボッチザロックを見てる人って結構少ないだろうしね。マジで少ないと思うよ。だからこそ俺は嬉しい。そういう人に出会うと、知ってる人がね。例えば、俺たちで言うと、クラウドなんて場合有名じゃない。もうクラウドなんてもうネット民からしたら、アニメ見る人だったらもう誰もが通ってる有名すぎる作品だけど、普通に生きてたら通ってる人少ないからね。シュタゲって1話からおもろいんですか。シュタインズゲートは1話からおもろい。てか1話が一番面白いっていうのがわかる。ある意味1話が一番面白いね、シュタインズゲートは。どんなアニメの中でも、もういろんなアニメがあるでしょ。実は1話が一番面白い。でもこれ以上は言えない。1話が面白い理由は言えない。